ゆるい満月のポンポコチャンネル、ブイッシュ。さあ、1分トークのコーナーでございましてですね、この中にお題がたくさん入っております。これ私が引きまして、1分間で喋りたいと思います。私の体内時計が試されます。それでは行きましょう。こちらでございます。はい。恐怖。怖いの出ましたね。恐怖でございます。さあ、それではですね、この恐怖について1分間喋らせていただきたいと思います。ポチッと。はい。まあ恐怖っていうか、その時は気づかなかったんですけども、後から考えたら、ようよう考えたら怖いなっていうようなことが、世の中にはあったりとかするんですけども、まあ僕が一番恐怖に感じたのはやっぱりですね、自分自身の心臓が止まった時ですね。はい。まあその時はもう全然わからなかったんですけども、後で、病院入院して、ほんでまあその意識が戻ってから聞かされた時に、ものすごいとてつもない恐怖を感じたもんでした。よくね、なんかこう三途の川に渡ってとかって言われますけれどもですね、私が経験したのはですね、その間ですよ、いろいろやってもらってる間に経験したのが真っ暗な中なんですよ。真っ暗な中をですね、なんかもう僕暗所恐怖症なんで、その暗い中を登っていってるんですよね。なんか知らんけど登っていってて、ほなパッと見たら、上見たら明かりが見えるんで、あそこに早く行きたいと思ってぐーっと登っていってたら、上から思いっきりガー頭を押さえつけられたんですよね。その押さえつけたのは私の亡くなった父親とですね、嫁のおばあちゃんなんですけれどもね、その二人でぷわーっと、まだ来んなーって言われて、押さえつけられて、ほんで下から嫁さんがこう足を引っ張っているというのを、まあ、夢で見たんですけれども、まあ と考えたら、その時が一番今までの人生の中で、恐怖だったのかなと思っております。ポチッ1分28秒恐怖を1分で語るの難しい。はい、いいわけでした。はい、というわけでございまして、今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ゆるや満月のポンポコチャンネルでした。ブヒッシュ。